眼鏡アクセサリリー、リコードでございます。今回は伸縮するあの時計の鎖バンドあの私たちはエバータイプと言ってますがその洗浄のおすすめっていうかあの対応ですねいたしておりますので、まあ、そのことちょっとお話ししたいと思います伸縮タイプってあのこういう伸び縮みするタイプですねちょっと今片っぽ外してますけどね こういう伸び縮みする、こういう。まあ、今暑い日非常にあの他にも続いてますけどね。ちょうどこういうちょっと伸ばすところの間にこうすごく汚れ入るんですよね。それがその汗と一緒にこう流れてきて、あの、まあ、新潮婦人用問わずですね。そうすると黒く手がなってきたりですね。そういうことありますので、まあ、これちょっとしばらくちょっとつけながらですね、あの、これ洗浄液ちょっと入れて、しばらくこう、あの、あれですね。 つけて、こう、落ちやすいようにしてからあれですね。あの、こういうパー洗浄機でやるとこういうふうに。あとブラシでこう、何回か洗いながら、まあそういう対応しておりますので、どっかですね、あの、たまにこうやっぱり洗った方がいいと思いますよね。こういう機械ですかね。どこかよろしくお願い申し上げます。